自己紹介の動画を撮ろうと思っています。これやってみたかったんだよね、この YouTuber さんっぽいやつ。喋り慣れないからすっごい使える。ライトがすごい、ライトの反射がすごい、ライトがすごいぞ。おはようございます。そして会えなかった時のために、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、みわこです。今日は自己紹介の動画を撮ろうと思っています。なんで Vlog を始めたのかとか、いや、それは話してなかったかな。私の趣味とか、まあ簡単な自己紹介です。ただ喋るだけでもちょっとね、退屈しちゃうと思うので、メイクをしながら撮ろうと思います。というか撮ってきました。実はこの今の顔を作る段階で撮ってたんですけど、最初の冒頭のこの動画を撮るのを忘れていて、もうコンタクトを外してしまったので、今ほとんど何も見えていません。まあとりあえず自己紹介、メイク動画へどうぞ。それではメイクしていきたいと思います。初回の動画ですっぴんさらしてるよ。まあ顔売りにしてないからいっか。メイク道具はこんな感じで、無印だったかなのケースに入れてます。この中に収まる分だけって決めてるけど、本当は別の場所にあと少しあります。多分使用期限めちゃくちゃ切れてるやつ。まず下地だ。これやってみたかったんだよね、この YouTuber さんっぽいやつ。フレド・ポー・ボーテのワールコレクチュール、古い方ですね。今はなんかリニューアルされてますよね。私は結構ずっとこれです。てか全然なくならない。でも自己紹介って言ってもね、何話せばいいのかしら。まず20代後半です。20代後半か、自分で言ってて悲しくなるな。20代後半で、なんと未だに大学院生です。しかも修士課程。それはまあ昔ね、音楽やってたんだけど、まあ挫折して、で大学入り直したりとかして、から気づいたらこの年になってました。悲しいね、人生うまくいかないね。で、私あれです、うつ病なの。こんな顔しても治んないんだけど。まあそれで休学もしたりしてたので、ていうか今休学中です。まあなので、ちょっと、なんか、少しは元気が出たので、新しいことでも始めてみようかなっていう感じで、Vlog を撮っています。Vlog って言っても、初回の動画メイク動画になっちゃったね。まあ、いっか。これから、いろいろ上げていこうと思います。と言ってもね、未だにやっぱり、ベッドで沈んでるだけの日も多いので、そういう日は、撮りませんっていうか撮れません。撮ってもね、本当にベッドにいて動かないだけだからね。なんも面白くないと思う。ただ私が沈んでる動画、面白くないよね。今日は、好きなものはいっぱいあります。いっぱいあったはずなんだけど、まあちょっと今は楽しめなくなってるものも多いかな。
まずね、読書が好き。本は好き。読書家っていうわけじゃないけど、本は好き。子供の頃からね、なんだろう。幼稚園、保育園の時からね、あれでした。なんか外に遊びに行かずに、教室の端っこで絵本読んでるタイプの子いたでしょ？これ私。こういう感じの子供でしたね。あ、スポンジ忘れた。よいしょ。下履き替えてないのバレた。作家はね、泉鏡花っていう人が好きです。皆さんご存知ですか？鏡花はね、美しい文章を書くんですよ。日本人に生まれてよかったって思う。日本人に生まれてっていうか、日本語が母国語でよかったなって思う。そういう文章を書きます。ちょっと難しい、初めて読む人にはとっつきづらい文章も多いんですけど、でもね、物語がすごく美しいからね、ぜひ読んでほしい。おすすめは、やっぱり最初のおすすめは夜叉ヶ池かな。なんか結構舞台にもなってたりします。そもそも戯曲なので、舞台の台本みたいになってるんですね。だから、そういうのもある。喋り慣れないからすっごい使える。じゃあ次に、花のシェーディング。これは、ディクション。の、チークスティックのノクターンって色です。今も売ってるのかな？これ多分だいぶ古いけど。花のここに入れまーす。私はね、鼻先がちょっと丸いので、鼻も高くないしね。だから、ここに影を作ってあげます。なんか昔はフェイスラインと同じちょっとグレーのあるシェーディングを鼻にも使ってたんだけど、顔の中心にグレーのある色を足しちゃうとなんかちょっと顔色が悪く見える気がして、それで今ちょっと暖色系のカラーでもう一回見せるね。こういう色よいしょ、こんな感じ使ってます。したらファンデですね。ファンデだよね。ファンデは、てるてる。ライトがすごい。ライトの反射がすごい。ライトがすごいぞ。てるてる。の、17番の C、ポーセリン。メイクフィットオールカバークッション。のポーセリンって色です。一番明るい色かな。多分。多分ね、ちょっと日焼けしたら顔を白浮きしちゃうと思う。もうこれも残り少ないから、すごい無理やり使ってるんだけど。あとね、読書で言えばね、夏目漱石の名案が好きかな。漱石がめっちゃ好きってわけじゃないんですけど、名案はめっちゃ好きです。皆さん読んだことあります？あれはね、人物の心情の描写が素晴らしいんですよね。どうしてあそこまで精緻に描けるのかしら。それだけ人間を深く見つめてるってことですよね。そんなに深く見つめてよく病まないなって思いますよ。まあちょっと病んでた時期もあったけど、ね、留学中ね、病んでたよね。小説ね。でも作家ってまあ結構いろいろ考え詰めて、なんだろう、やっちゃいけない選択、やっちゃいけない決意をしちゃう人が多いじゃないですか。やっぱり人間について見つめ続けるとうつうつとした気分になっちゃうのかなって思いますね。
私は作家なんかじゃないけど、やっぱりなんか人生とは何かとか、死とは何かとか、事故とは何かとか、そういうことを考えがちで、それでどんどん病んじゃうんですよね。もっと明るいことを考えたいと思うんです。よく暇だから病むって言いますよね。それはあながち間違ってないと思います。考える時間なんかなければ余計なこと考えずに済む。でもそれって生きてるって言えるんでしょうかね。なんだろう。生きるってもっと思考することだと思うんですよ。人間に生まれたからにはね、思考という機能を持たされたからには、私は考え続けていきたいと思います。なんか真面目に語っちゃった。おでこにも塗りまーす。よいしょ。お肌が均一になったでしょ？わかるかな？私は機材とかそういうの持ってないので、スマホで撮ってます。最近のスマホの画質に期待してるよ。期待してるよ。頑張ってね。フェイスラインはあんまりファンでは塗らないです。なんかその方が自然な陰影がつくと思うので、顔の中心。私はここに赤みが出やすいので、結構重ね付けしますね。まあ、よれない程度に。ほくろが多いのよね。これでもいくつか昔レーザーで焼いて消したんですけど、まだ多いよね。うん、ね。すごい目立つからね。でもいちいちコンシーラーで消すのもめんどくさいので、もういいやって思っちゃってますけど、はい、なんで終わり。